はようございます。ボス&クイーンのボスくんクイーンちゃんです。今日は河川敷動画、お家でまったり動画、クイーンちゃん子供たちのお迎え動画、よかったら最後までご視聴ください。昨日の続きで、河川敷をテク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 歩いてるボスくんクイーンちゃんなんですが、この日は流れがね、いつもより強かったかと感じます。ボスくんクイーンちゃん、特にボスくん、川遊びしたいよアピールがすごいです。そしてクイーンちゃんもね、結構ね川に興味津々なんですが、さすがにね、この流れの速さでボスくんクイーンちゃん入ってしまいますと流れてしまいます。危険です。やっぱり体重の大きなボスくんクイーンちゃん、流されてしまうとパパ自身もね、助けることがねなかなか難しいかと思いますので、足をつけるぐらいならいいよとボスくんクイーンちゃんに言っていますが、クイーンちゃんね、ツルツル滑っています。ちょっとねカメラに映っていないんですが、地面がねちょっとねぬるっとしていますので、クイーンちゃんねツルッと滑っていました。ちょっと見てわかるでしょうか。今ちょっとね滑っているクイーンちゃん、そしてねボス君はねやっぱり賢いです。滑るの当たり前でしょクイーンちゃんと、もっと学習しなさい、僕なんかね泳ぐのが得意なんだよと、そんな自慢げなボス君の顔も可愛いです。ただボス君ね、多分ね入りたかったんじゃないかなと感じます。やっぱりね、ボス君、毛の長いボス君、泳ぐのが得意なボス君、川遊び大好きです。ただ見てください、この流れ。やっぱりね泳ぐのがいくら大好きでもね、この流れはちょっと無理だよとボス君分かっています。賢いです。クイーンちゃんもクイーンちゃんでね、流れの速い川やっぱり危険だなと分かっているのかなと感じます。ということでね、川を満喫した後、河川敷ねお散歩していきたいなと思います。やっぱりね自然は癒されます。川の流れの音、そして川、もうねとてもね心地いいです。もうねずっと聞いていたいです。癒されます。そんなボス君クイーンちゃんも癒されてるんじゃないでしょうか。さあボス君そろそろ行くよと、重たい体を持ち上げてよっこらしょっと、一歩一歩頑張って階段を登ってくれボス君、さあおいでこっちにおいでと、もっと川を見たかったよとボス君最後にね、目に焼き付けています。パパとクイーンちゃんと来た思い出、そんなクイーンちゃんはね走らせてくれと、本当はねロングリード持ってきてね元気いっぱい走りたかったんですが、ちょっとね、テニスをされている方、またねウォーキングされている方とかね、この日はとても涼しかったので、結構ね人もねちらほやいました。ということでねクイーンちゃんねロングリードはねちょっとね、やめときました。クイーンちゃん多分走りたかったんじゃないでしょうか。そんなわけでテク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 歩いてるボス君クイーンちゃん、かわいいです。ということでね下からのアングルもどうぞ、ボス君目線ぐらい、ちょい下ぐらいかな、どうでしょうか。ちょっとね、パパの手が入ったり足が入ったりしていますが、こんな感じです。やっぱり可愛いです。いつもとね違うアングルっていうのはねやっぱりね、なんかこう癒されるというか不思議というか、なんかねいつもと違って感じますよね。本当はねもっとねずっと下からのアングル撮影したいんですが、なかなかね、パパ一人で散歩しながらクイーンちゃん引っ張ってボス君引っ張って、またねカメラを持ち下からね中腰で撮影となるとねなかなかハードです。皆様どうやって撮影していますか。皆様おすすめな撮影方法あればよかったら教えてください。ということでねボス君クイーンちゃんテク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 もね、3日連続ね、お散歩動画なんですが、時間にすると大体どうでしょう、1時間ぐらい歩いたのかなって感じなんですが、やっぱりね、もうボス君だいぶ疲れてきています。そしてねボス君もなんですが、クイーンちゃんもねやっぱりね1時間ぐらい歩いてるとね、多少疲れてくるかとは思いますが、水分補給をね、しっかりとりながらのお散歩です。公園ということでね、お水があったりしますので、何か飲まなければね、パパもボス君もクイーンちゃんもね結構ね、喉がカラカラになってね熱中症になってしまうかもしれません。皆様も水分補給しっかり、気をつけてください。
最近は本当にね朝晩が寒いです。もうね最近の口癖ですが、朝晩が寒くてね、もうパパは毛布にくるまって寝ています。皆様の地域はどうでしょう。北海道なんかはどうなんでしょう。雪が残っているところもあるのかな、どうなのかな。YouTube のお友達のチャンネルを見ていると、雪の山があったりとかね、去年の雪なのか今年降った雪なのか、ちょっとパパには分かりませんが、きっとね、北海道でも寒い地域だと雪がいっぱい残っているのかなと、思います。ということでね、もうそろそろ頑張ってね坂道歩いてね車に向かっているんですが、やっぱり坂道はしんどい。パパもしんどい、ボス君もしんどい、クインちゃんもしんどい。もっと近くに車止めてよとね、ボス君もうね鼻水がすごい、鼻水がねエアコンの風でねピラ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 なっております。どうなってるんだボス君のね顔は鼻は。それをねまたボス君ねシートとかでいっぱい拭くんですよいつも。なのでね、いつもボス君クインちゃんと出かけた後、ボス君のよだれの臭さが半端ない。よだれをね垂れているときは大丈夫です。よだれが垂れているときは大丈夫なんですが、よだれを垂れ終わってボス君クインちゃんがねお家に帰った後、シートがねもうカピカピになっております。これがまた臭いんです。臭いと言ってもね、ボス君クインちゃんの匂い、ボス君クインちゃん乗ってたんだなと感じながらも必死でね掃除するパパです。掃除しているときボス君クインちゃんはこんな感じでねダラ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 しております。今日もいっぱい歩いた、疲れたな、疲れたよと。またこれがね、ボス君クインちゃんゆっくりしているんですが、パパはこの時ね必死で、車のお掃除をしております。掃除機かけてシートも全部拭いて、夕方はね、いつも通り、涼しい時間帯は、クインちゃんねお散歩がてら、みーちゃんをね近くまで迎えに行きますが、まあねボス君はねもう疲れ切っています。そんなボス君クインちゃん、クインちゃんはまだまだ元気いっぱいなのかな。子供たちお帰りと、ボス君出迎えることもなくね、多分まだ寝ているんだと思いますが、まあクインちゃんはねいつも心優しくねお迎えついてきてくれます。ということでね、またある日の朝なんですが、これまたねボス君クインちゃんまったりしております。まったりまったり、自分のソファーのようにまったりしているクインちゃん、もうこの目を見てください。今にも眠たそうな目、これねもう癒されますが、クインちゃんちょっとパパ暑いよと、クインちゃんね体大きいんでくっついてきたら暑いです。ボス君は何をしているかと言いますと、ソファーの後ろでねこっそり隠れています。可愛いです。もうね何してても可愛いボス君クインちゃんです。歩いてても怒ってても吠えてても泣いてても、もう何をしてもやっぱりねボス君クインちゃん可愛いです。ということでね、今日も動画あと少しなんですが、いつも動画を見てくださりありがとうございます。いつもね温かいコメントに、パパ癒されております。そしてねボス君クインちゃんもねきっと癒されてるんじゃないでしょうか。見てください、ボス君、ボス君ってね、どこを見てるのかと言いますと、クインちゃんがねこそこそキッチンの方に行ってるのにね、ボス君口を開けながら見ています。歯が光っています、白い歯が光っています。なんやかんやしばらく時間が経つと、ボス君もいつものね天一に来ます。天一と言ってもラーメン屋さんじゃないですよ、ボス君。ラーメン屋さんだったらよかったのになと。クインちゃんも尻尾フリフリ、ボス君はねこっち向き、こっち向きがいいよと。そしてね、今日は扇風機出していませんので、ボス君ね扇風機出してくれと言わんばかりにね、背中を向けていますが、こうやって見ているとボス君やっぱりでかい。なんかねトドのように感じます、毛の生えたトド。そんな風には思いませんか、皆様どうでしょう。そして手をねひっくり返して、また可愛いクインちゃんはクインちゃんで、いつまでパパにくっついてるのと、ずっとパパにべったりなクインちゃん。ということで、もうそろそろエンディングになりますが、またよかったらエンディングとパパトーク、そしてね、まあエンディング、見てもらえたらなと思いますが、クインちゃんは何を見てるのかな。はい、ボス君を見ています。
ボスコンが歩いてるのをね、じーっと見ているクインちゃん。はい、ということでどうでしたでしょうか。今日はね、まったりボスコンクインちゃん以外にも河川敷動画の続きだったり、川を見て癒されたり、日々ね、何をしててもね、ボスコンクインちゃんを見ていたらパパは癒されますが、ボスコンクインちゃんはね、お出かけで癒されて、お家でまったり癒されて、またね、おやつなんかもね、あげていたんですがね、ちょっとね、全部ね、撮影していないので、まあね、ところどころではありますが、いつもボスコンクインちゃん見てくださりありがとうございます。もしいいねと思った方は、いいね、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いします。またインスタグラム、TikTok では、渡辺ボスと検索していただけたら、ボスコンクインちゃん出てきますので、チェックよろしくお願いします。じゃあね、今日も元気いっぱい、素敵ないい一日を。